では、帝国になりましたので、計算科学技術特論第15回目、前期今日で最後ですけど、講義を始めていきたいと思います。今日も、分子系の石村先生に、量子科学計算の大規模化にと題して講義をしていただきます。ではよろしくお願いします。分子科学研究所の石村です。先週に引き続いて量子科学計算の大規模化について、紹介していきます。今日の内容ですが、先週最後に説明できなかった原子軌道の二電子積分の、計算の高速化を、初めに紹介して、その後、高速化並列化の、復習、特に、プログラミング部分についての、復習を行って、その後、いくつかの計算方法の並列化を具体的に見ていきたいと思います。そして最後に、個人的な意見ですけれども、今後のプログラムの開発はどうすればいいかということについても、少し触れたいと思います。原子軌道の二電子積分の、計算アルゴリズムについてです。この、原子軌道の二電子積分については、ここに上に書かれているような式で、表されます。2つの電子のクーロン反発光になるわけですけれども、問題となるのは、この電子を点電荷ではなくてガウス関数で、電子の広がりとして、分布として扱っているために計算が非常に複雑になります。これまでに、多くの方々がいろんな計算アルゴリズムを開発してきました。少し例を挙げていますけれども、多項式を用いるものとか、座標軸を回転させて演算量を削減する方法、またエルミート・ガーシアンを用いた全化式を用いて効率的に計算する方法、また核運動量を上げていくとか、水平に移していく、そういった関係式を使った方法などさまざま、ここには一部しか挙げていませんが、これ以外にもたくさんの方法が提案されています。また一番最後に書いているプリズムについては、これは、積分計算のアルゴリズムそのものではなくて、通常規定関数は複数のガウス関数の線形結合で表されており、その線形結合をどのタイミングで取るかということを、その、線形結合を取る適切なタイミングがどこかを、この、線形結合の長さに応じて、最適化するという方法です。ですので、この最後のプリズムは上に書かれている方法と組み合わせることで、非常に効率的な、アルゴリズムにすることができます。その計算コストですが、この赤い字で書いているように、演算量としては、K、 これが規定関数の短縮の数、コントラクションの数になりますが、 K の4乗と2乗、そして K に依存しない3つの項の和として、求めることができます。この二電積分は4つインデックス、ミュー、ニュー、ラムダ、シグマ、4つのインデックスがありますから、4乗に比例する部分はもちろん出てきます。さらに電子1について見てみますと、エクスポネンシャルの部分、ここを抜き出して書いてみました。ここで、スモール r というのが電子の座標になります。そしてこのスモール r を全空間で、積分することで、計算していきますが、これをこの2つのエクスポネンシャルの積を、このように、書き直すことで、2つのエクスポネンシャルを、実質1つにまとめていくということができます。そのため2乗の項が出てきます。そして、その計算コスト、いろんな方法が提案されているわけですけれども、例えば、全て SP 型の積分のコストについて見てみますと、方法によって、この4乗、2乗、そして、依存しないところの係数それぞれ見てみますと、方法によって様々です。そのため、規定関数の種類
によって、適切な方法は変わってくるわけですけれども、このようにして、そのため、これまで、非常に数多くの方法が提案されてきています。ここでは、私が、これまで開発した新しいアルゴリズムの開発について紹介していきます。着目したのは2つの方法、これまでにすでに提案されている2つの方法に着目して、それらのメリットをうまく組み合わせることでもっといい方法ができるということを考えました。1つがポープル並列法で、これは座標軸を回転させることによって演算量を減らしていく方法です。二電子積分は4つのインデックスがあって A、B、C、D、 4つの中心があります。ここで座標軸を回転させて Z 軸が AB 上に乗るようにします。さらに Y 軸を CD に垂直になるように設定します。そうすると X は自動的に決まります。このように座標軸を回転させることで、ここに書いているように AB の X 成分は0、そして AB の Y 成分も0、そして CD の Y 成分も0になります。またそれ以外の部分でも常に一定になる項が出てきます。こういったメリットを使うことで、もう式の上から演算量を減らすことができて、実際のプログラム上での演算量を減らすことができます。もう一つがマクマッキー・デビッドソン法で、これは全可式を用いて簡単に計算できる SSSS 型から核運動量を効率的に上げていく方法です。まずは4つの中心のすべての、まずは SSSS 型の積分を計算して、その後4つの中心のすべての核運動を足し合わせた値まで上げていって、そして右側と1番目と2番目の電子に振り分けて、そして最後に ABCD を作っていきます。ここで2つの方法を組み合わせて座標軸を回転させ、その座標軸上で全可式を用いて核運動量を上げる、そして最後に核座標を元に戻す、こういった方法を考えました。そうすることで全可式の途中でいくつかの成分が一定になる、もしくはゼロになる、こういったメリットをうまく生かすことができて演算量を減らせます。すべて SP 型の積分の場合、もともとの単純な座標軸回転の方法と比べて4乗の規定関数のコントラクションの4乗の係数はと2乗の係数を減らして、その代わり依存しない部分は少し増えています。でここで具体的に K に値を入れてみますと、 K イコール1プリミティブ関数の場合ですと元の座標軸回転法とほとんど変わりはありません。ただ K イコール3、これは STO3G の規定関数に相当しますが、この場合ですと約3割ほど演算量を減らすことができています。ということで 631G スターとかコレレーションコンシステントベースセットなど、まあ、適度な、まあ、おおよそ1桁の短縮数の規定関数で効果的性能を発揮するアルゴリズムになっております。そしてこのアルゴリズムを SSSS 型から DDDD 型まで合計21種類ありますが、これの積分計算ルーチンを実装しました。いくつかの成分がゼロになるなど座標軸回転のメリットを考慮した全可式の導出、実際は全ての場合について導出したわけではなくて、主要なものだけ導出してどんなデータが必要か、それだけを確認しております。式の上、紙の上ではそれしか行っておりません。そしてその後そのソースコードを作るプログラムをフォートランとパールで作成しました。つまりプログラムを作るプログラムを作ったということです。具体的には文字列をフォートランで取得して最後にパールで整形をしています。そうすることで約2万行のコードを自動生成してデバッグを含めた開発時間を短縮、かなり減らすことができました。
もう手で2万行書いてると必ずバグが入って、もう、まあ、デバッグはものすごい時間かかると思うんですけれども、これをのコストを減らしています。そして自動生成以外のコード、約 1,2 割ぐらいですけれども、そこは基本的にループで、かけるよう配列データの並びを工夫したり、さらに割り算や、ルート、エクスポネンシャルなど組み込む関数はできるだけまとめて演算して、コストを下げております。詳細については GAMES の、ソースコード、int2 関係のところを見ていただければ細かいことは分かると思います。これを GAMES に実行して、ホーク行列の計算時間を測定しました。これはもうかなり昔のデータなので、Pentium 4の 3.0GHz、もう 6,7 年前の話になりますが、これで測定したところ、元のオリジナルのゲーム数に比べ、どの分子でもどの規定関数でも計算時間は大幅に減少しております。規定関数によって、大体2割から4割ぐらい計算時間を削減することができております。でこれは2005年から、ゲームスにデフォルトルーチンとして、正式に導入されており、まあ、インプットで特に指定しなければもうこのルーチンがSPD 関数に関しては流れるようになっています。この演算の約8割ぐらいはドゥループ内で行われるために、まあ、シムド化を効率的に効かすことができて、現在の CPU に比較的適した方法ではないかと考えています。もう一つの特徴としては、座標軸を元に戻す変換行列、変換するわけですけれども、そこに 6D から 5D、 カーテシアンからスフェリカルハーモニクスへの変換を中に組み込むことが可能です。ゲームスには、ゲームスは 6D で全て計算しているためにこの変換を入れておりませんが、最後に紹介する現在私が作っているプログラムではこれを入れており、この変換を余分なコストをかけずに行うことができます。それでは今日の本題に移りたいと思います。大規模計算を行うために先週近似の導入、高速化、並列化、それぞれについてご紹介しましたが、今日は特にこの青い字で書いている高速化の実行性能の向上、そして並列化、計算機間、計算機内、そしてデータの分散、これを中心に見ていきます。先週の復習になりますが、高速化について先週いくつか説明しましたが、今日最も重要になるのが多次元配列の取り扱いになります。特に電子相関計算では3次元4次元配列を使うことが多いんですけれども、これをどういうふうに並べるか、その並べ方によって演算量は同じでも計算速度は大幅に変わってきます。いかにその、多次元配列を並び替えることでキャッシュミスを削減するか、さらに並列化に関係するんですけども、通信の回数を極力減らすためには、通信に関係するインデックスをできるだけ外側、フォートランでいうと、配列の、右側の変数に、ノード間の分散のインデックスを持っていきたい、そういったことも考えて多次元配列は取らなければいけなくなります。で、高速化についてもう一つ重要なのはブラスレイパクなどの数学ライバリーの利用です。特にブラスルーチンは非常に効率的に行列演算を行ってくれるので、これをいかにどのようにしてうまく呼ぶか、そしてできるだけ少ない回数を呼ぶようにするためにはどうすればいいか、そういったことを考えて呼べば CPU の性能を引き出すことができます。
並列化については均等に計算の負荷を分散させる、そして大容量、特に電子導管計算ではデータ量が膨大になりますから、それをいかに分散させるか。ただ分散させるだけではなくて、まあ、今後おそらくディスクはあまり中間データの保存用としては期待できませんから、いかにメモリにうまく分散させるか、それを考えないといけない。でさらに通信量、通信回数を削減して通信コストを減らす。大規模並列計算ではどうしてもここの通信が最後チューニングとしてやる上で残ってくることが多いので、ここはもう初めからしっかりと考えてアルゴリズム、プログラムを作っていかなければいけません。さらにノード間は MPI で、ノード内は OpenMP、 それぞれで分散することも同時に考える必要があります。MPI については先週も言った通り、データサイズによってかかる時間の原因が異なるために対応策も異なってきます。小さいデータですと送受信の回数を減らすことが重要で、大きなデータになるとデータ量をいかに減らすか、これが重要になってきます。そして、まあ、今回付け加えたのがこの後半下の部分ですけれども、チューニングやデバッグはオープン MP より MPI の方が楽な場合が多いです。これは原因を特定しやすいということが大きな原因だと思います。 MPI で並列化する、 そして計算負荷を分散させると、その計算がそれぞれで分散されるのはもう MPI ランクを使った部分のみだけです。それ以外は全てのプロセスが同じことをやります。ですから並列化をしているところ、してないところというのはもう全て書いた本人が分かっています。そしてデータが書き換わる、他のノードからのデータを送られてきて値が変わる、もしくは集めるといったことをしますが、そのデータが書き換わるのは MPI ルーチンでの送受信のみで、それ以外のところで勝手に値が変わるということはありません。一方 OpenMP については特に、まあ、デフォルトの設定がシェアード、複数のスレッドで一つの変数を共有するというふうになっていますから、予想外のデータの上書きなどが起こる可能性があります。そういった意味ではOpenMP のでバグがあったときどこが問題かというのは非常に場所を特定するのは困難な場合があります。そして OpenMP については、の OMP のパラレル、Do、 他にはスケジュール、クリティカルやアトミック、こういった子事業を入れていきますが、これらを入れることで、並列処理、また排他的な処理が可能になるわけですけども、あまり深く考えずに使いすぎると、この OpenMP のオーバーヘッド、余分なコストが無視できなくなる場合があります。ですから、OpenMP を使う場合は、常にそのコストを考えながら、そのオープン MP の中でやる演算とこの子事業のコストを比較して子事業を入れるべきかどうかを考えていく必要があります。そして3つ目のコモンモジュール変数をプライベート変数にする場合、スレッドプライベートは便利なんですけれども、あまり使いすぎると、特に何度も何度も呼ばれるサブルーチンの中でこれを使うと、そのコストが無視できなることがあります。そのためにコモンやモジュール変数からサブルーチンや関数の引数に
変更など、ソースコードの大幅な変更をしなければ性能が出ないこともあります。そしてこの後、並列化について見ていきますけども、方法としてはハートリーホック法と接動法、この2つについて見ていきます。ハートリーホック法で問題になるのは計算コスト、データ量はそれほど多くないので、今回は、それほど深くは説明しません。接動法については計算コスト、データ量、そして、並列計算の場合、通信量、すべてが膨大になりますから、すべてを考慮して並列アルゴリズムを作成しなければいけません。それではハートリーホック計算の並列化に移ります。ハートリーホック計算は、この一番上にあるように固有値問題を解けばいいわけですけども、対角化したい行列 F、 ホックマトリックスと呼ばれているこの F の中に固有ベクトル C が入っているために、1回計算するだけでは不十分で、何度も何度もこれを繰り返して C が変わらなくなるまで繰り返し計算を行っていきます。この計算の中で最もコストがかかるのは、最初説明した原子軌道の二電子積分の計算です。ここの計算、この計算部分についての MPI と OpenMP のハイブリッド並列アルゴリズムを考えました。印刷物もしくはパソコンでスライドを見ている方は、具体的に何をやったかは次のページと、もう一つ次のページに文字で書いています。このフォーク行列の計算で二電子積分の計算を行いますが、インデックスは μ、ニュー、ラムダ、シグマの4つのインデックスがあります。そのため40ループの中、40ループを回して、その中で積分計算とフォーク行列への足し込みを行います。ポイントとしてはまず一番外のループをオープン MP でノードの中の分散を行っています。そしてミュー、ニュー、そしてラムダ、そのこの 3番目のループ、3番目のインデックスを MPI ランクを使って振り分けています。この MPI と OpenMP のハイブリッド並列でよく言われるのは、まず MPI で分けて、そしてその後 OpenMP で分けるというのが、本教科書などでよく書かれている方法ですけれども、今回の場合はこれを入れ替えています。先に OpenMP で分けて、中で MPI ランクを使った濃度間の並列を行っています。パッと見ただけでは、すぐにこれを分けて実際どう動くのかというのをイメージしにくい方が、初めて見られた方は難しいかと思いますので、まずはこの OpenMP を無視して MPI だけを考えてみます。この MPI のランクによる振り分けということは、この MPI ランクを使っているわけですけども、これはもう計算が始まって MPI ユニット、そしていくつかの処理をすれば、もうこのランクの値はプロセスに固有の値になります。ですからもうこう書いた時点で、それぞれのプロセスが担当する仕事というのは決まります。その上で OpenMP を導入するわけですが、この一番外のループで OpenMP を入れても、例えば4番目の最後のところに OpenMP を入れても、そのノードの中で担当するその MPI ランクによって振り分けられた仕事量というのはノードの中では変わらない。そのノードの中でどのように振り分けるかというのが変わってくるだけです。
ですから、どこでオープン MP を入れてもそのノードの中、一つのプロセスで考えるとそれが担当するものは変わらない。ただその中で担当したものをさらに振り分ける2段階目で振り分けるときにノードの中でどう変わるかが、違っているだけです。そしてこの MPI ランクの分散ですけども、if 文は使っていません。その一つ上のループのところで、割り算の計算、カウンターとを使った割り算の計算をして、割り算と計算して、そして余りを出しています。その値を使って3番目のループの回るインデックスを制御しています。なぜそうしているかというと、例えば3番目のループを分ける場合はこの do lambda、 この青で書いている do lambda の下でカウンターがあって、そして if 文を入れるというのが通常のやり方になります。そうすると全てのプロセスがこのカウンターの足し算とその後の if 文までは全てのプロセスが走ってしまいます。その後は分散できるんですけども、そこまでは全てのプロセスが走ってしまうために、そこまでのコストというのは全てのプロセスが負わなければいけない。そうするとノード数が多くなってくると、そこのコストが非常に割合としては多くなってきて、どこかで頭打ちになります。そのため MPI で分散させるときに、分散させるときには極力その分散のためのコストをかけないようにする。そしてできるだけ多重ループの場合上の方で分散させるというのが並列化効率を上げる重要なポイントになります。ただ一方あまり上の方で分けすぎると一つあたりの割り当ての仕事の大きさが大きくなりますから、そうするとロードバランスが悪くなるといった問題も出てきます。特に量子化学計算の場合ですと、このインデックス、今はミュー、ニュー、ラムダ、シグマと書いていますが、これは実際には S 関数、P 関数、D 関数、F 関数などいろんなタイプの関数のどれかに相当します。ですからインデックスによっては非常に計算量が多い場合もあれば、あっという間に終わるものもあるということで、あまり上の方で分けすぎると、どうしても、計算量のにばらつきが出てきてしまいますから、そういう意味では、できるだけ内側で分散しないといけない。そういったことを考えて、適切な場所として、ここでは3番目のループで分けるということを行っています。さらに、MPI の通信、このコードで言いますと一番下のところです、call MPI all reduce、 これはオープン MP 領域の外で行っています。中で行うこともできるんですけども、できるだけソースコードをシンプルにする、そしてチューニングをしやすくするということを考えると、あまり MPI の並列領域で通信をしない方が個人的にはいいと思っていますので、こういった MPI 通信はオープン MP の外で行っています。続いてオープン MP について見てみますと、オープン MP の分散をこれを一番外のループで行っていることで、このオープン MP のオーバーヘッドを大幅に減らすことができています。内側ですればするほどそのオープン MP の並列のコストはどんどん増えていきますから、できるだけ外でやった方がいいということで一番外にしています。さらにこの一番外のループの μ の、インデックスの回り方を見ますと、n から1、大きいものから小さい方に回すようにしています。なぜそうしているかといいますと、この、内側のインデックスを見てみますと、μ は1から ν まで、そしてラムダも並列化しなきゃ、 MPI の並列をしなければ1から ν までという形で、この ν の値に依存して、このループの回る範囲が変わります。
つまり、μ が大きいときはこの内側のループもたくさん回る、で1のときはもう1しか走らないということで、μ の値によって計算量が大きく変わっています。ということで、まずは大きいもの、仕事量の大きいものから、振り分ける、そして最後は小さいものにすることで極力、負荷分散を均等にしようとしています。でもう1点、ここにスケジュールダイナミック1と書いています。これは動的に負荷分散を行うということです。ということで大きいものから仕事を振り分けていって、それで終わったものには次の仕事を与える、で終わるとまた別のところ終われば次の仕事を与えると、そして、与える仕事がどん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 小さくなっていくことで、より一層負荷分散が均等になるようになってしています。これを、ゲームスプログラムに実装したわけですけれども、いくつか問題がありました。一つはオープン MP を導入するために、このオープン MP の領域で使われる変数をすべてシェアードかプライベートどちらであるかを分類する必要がありました。この中で使われる変数というのはかなり膨大になっていますし、さらにコモン変数も使われていて非常に複雑になっていました。そしてコモン変数では座標のようにもう全てのスレッドで同じ値を持っていればいいものもありますが、中間データとして割り当てられており、全てのスレッドが違う値を持つ、そういった変数もありました。そういった場合にはスレッドプライベートなどが必要になるわけですけども、スレッドプライベートを使うと非常にコストがかかると。実際これを最初はスレッドプライベートを使っていたわけですが、どうしても、計算時間が余分にかかってしまう、元のよりもかかってしまうということで、コモン変数についてはスレッドプライベートを使わずにサブルーチンの変数のサブルーチンの引数に変更しました。さらに変更するときに、X とか Y とか Z などかなりたくさんのスカラ変数がコモン変数にあったんですけども、引数の数がカンマで区切る引数の数が増えていけばそれだけコストがかかってきます。ということで、そういったスカラ変数はもう XY 配列に変更して、引数にか、ずらずらずらと書く個数を減らす、そういったことも行いました。ここは今言ったことを文字で書いています。さらに最も時間がかかる部分だけではなくて、初期値の計算などの高速化並列化も行っています。初期起動計算のハイブリッド並列化を行うとともに、起動の遮影の高速化並列化、初期起動は、粗い計算で行っており、実際に計算する規定にどっかの段階で、遮影する必要があります。その、遮影演算を高速化並列化を行っています。ここでは、ここので書いている式のように、基本的に行列積で書ける式を使っています。さらに、繰り返し計算の途中では対角化をせずにニュートン・ラフサン法をもとにしたセカンドオーダー SCF を採用して、この部分を手で、並列化を行っています。すべての計算について並列化、そして高速化をして、ここではクレイの XT5、 もうこれも5、6年前の話になりますが、これの2000コアを使ってテスト計算を行いました。これは1ノード8コア搭載しているマシンです。計算したのは酸化チタンのクラスターで約1600規定ぐらいの大きさです。まずここで出しているのはこの酸化チタンのクラスターの、トータルの
計算時間の並列加速率スピードアップを表しています。この上の図ですが、黒いラインはオリジナルのゲームスです。もともとのオリジナルのゲームスを MPI だけで流した時の結果です。スピードアップです。そして青が今回さまざまな改良を加えた後、MPI だけで並列化したらどうなるかというのを見てみました。少ないコア数ですとほとんど変わりはないんですけれども、コア数を増やせば増やすほどオリジナルゲームスに比べてスピードアップがより改善されています。これは後に言いますが、初期起動の計算の改良による効果がほとんどです。でさらに MPI と OpenMP のハイブリッド並列にするとさらにスピードアップは改良されます。そして下には計算時間と並列加速率を具体的に数字で書いています。ただ2000コアで見ますと、ただ並列加速率が良くなっただけではなくて、きちんと計算時間も大幅に削減することができています。では、計算時間をフォーク行列の計算時間と初期起動の計算時間に分けて見てみます。上がフォーク行列の計算時間で、この黒のオリジナルゲームスとその赤のハイブリッド並列を比べると少し1割ほど計算時間は削減できています。そして今回最も大きかったのは初期起動計算の時間削減です。この黒のオリジナルゲームスを見てみますと16コアでは全計算の中で見ると 1% 以下、もう本当に本当に少しの計算時間だったんですけども、2000コアではこのように約4割ほど時間がかかっています。初期起動計算以外のところがはある程度並列化されていて時間が減っているんですけども、ここの初期起動のところはほとんど並列化されていないために時間が減らずに割合がどん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 大きくなっている。これを高速化と並列化することで、この赤の場合ですと2000コアでも 6% ぐらいということで、全体のスピードアップの足をそれほど引っ張らないぐらいまでに減らすことができています。このように、CPU コア数が多くなるとハイブリッド並列の効果が大きくなってきます。これは分子のサイズにもよるので、どこから大きくなるかというのは一概には言えませんが、やはり大規模な計算になると効果が出てきます。そしてもともと 1% 以下の初期起動計算が2000コアで4割を占めるということで、もう全ての計算を徹底的に高速化並列化する必要があります。そして OpenMP を導入するためにゲームスのソースコード大幅な書き換えを行いました。先ほど言ったように顧問変数の書き換えなどたくさん行ったために、ハイブリッド並列計算はハートリーホークと DFT 計算しか実行できないというコードになっていますということで、特に顧問変数が多く使われているプログラムに OpenMP を初めて導入しようとする場合、計算時間削減と並列化効率向上、これを両立させるためには、膨大な手間がかかります。場合によっては、もう一から作り出した方が早いんじゃないかというケースもあるかと思います。このように、OpenMP を導入するというのは、開発の手間もかかりますし、あとアルゴリズムの開発、これも大変になってきます。続いて二次の接動法 MP2 法の並列化です。エネルギーの計算式は先週もお話ししました通り、このようにシンプルな形で書けて、密行列の積が中心の演算になっています。その計算のメインのところは
原子軌道の二電積分にハートフォックで計算で得られた分子軌道係数をかけていって分子軌道の二電積分に変換するところです。ここを行列積を4回行う、ここが大変なところです。ここの計算についてこれまでにたくさんの方が並列計算アルゴリズムを提案してきています。大半は AO のインデックスを最初から最後まで分散させる方法、もしくは MO のインデックスを最初から最後まで分散させる方法になる、どちらかになるわけですが、 AO のインデックスを分ける場合は複数のノードに、複数のノードに存在する部分的な MO 積分の足し合わせ、MPI でいうと、リデュースになりますが、こういった足し合わせがありますからノード数が増えれば増えるほど通信量はどんどん増えていきます。 MO のインデックスを分ける場合は同じ AO の二電積分を複数のノードで計算する、もしくは、ブロードキャストで送る、こういったことが必要になりますから、こちらも、ノード数 CPU コア数が増えると、どこかで頭打ちになります。昔からそれでも、提案されていて、古いものですと1987年にはもうすでに並列 MP2 計算の並列アルゴリズムが提案されています。この時は 32CPU での計算でした。そして2000年には MPI とスレッド、この論文では P スレッドを用いていますが、ハイブリッド並列プロセスとスレッドのハイブリッド並列が提案されています。ここで行っているのは、1つの CPU に2つのスレッドを立ち上げて計算用のスレッドと通信用のスレッド、2つのスレッドを立ち上げて同時に計算と通信を行うといったことがされています。ゲームスに詳しい方ですと、DDI で行う計算プロセスと通信プロセスを立ち上げるというのと基本的には同じイメージだと思っていただければと思います。さらにプログラミングを楽にするためにグローバルアレイズや ARMCI、ゲームスの DDI などもよく用いられています。これは分散、各ノードに分散しているメモリーを仮想的に一つの大きなメモリ領域とみなす、共有メモリーのように扱うライブラリーです。ただこれを使うとプログラミングは楽になるわけですけども、あまり深く考えずに使うとおそらくどこにデータがあるかわからないので、きちんと考えないともういろんなところに、散らばっているデータを通信ネットワークを介して取ってくるということが起こりうるので、通信が膨大になる可能性もあります。そして、2002年にピューレらが提案したのが、前半は AO のインデックス、後半は MO のインデックスを分散させる方法です。このように2段階に分けると、通信量、トータルの通信量がノードの数に関わらずほぼ一定になるというメリットがあり、大規模な並列計算に非常に向いたアルゴリズムになっています。ただこの時は通信のためにデータの並び替えをしていたんですが、それに多少時間がかかるという問題がありました。ここで私はこのピューレらの方法をベースにより効率的なアルゴリズムを考えました。同じように前半は AO のインデックス、後半は MO のインデックスを分けるわけですが、前半は3番目の変換まで行うと、そして後半は4番目の変換とエネルギー計算を行う。こうすることで、シンプルなデータソーティング、もうほとんど並び替えもなくてそのままブロックを送受信するという形になって、もう演算とあと中間データをディスクに貯めているため、そのディスクの IO、 これだけの時間、これとあと通信、それだけにすることができ、非常に効率的なアルゴリズムとなっています。
ここで、テクニカのところを少し紹介します。ブラスルーチの使い方ですけれども、行列×行列なので、ジェム、それに倍精度なので DGEM を使っているんですけれども、この DGEM は、単に演算をするだけではなくて、多次元の配列のインデックスの入れ替えなどもや、さらにゼロクリアなども行うことができます。DGEM を使ったことがある方はご存知だと思いますが、積を行う行列をそのまま使うか、もしくは転置するかということを選ぶことができます。そのため、生成される行列のインデックスの並びを入れ替えることができます。なぜ入れ替えるかといいますと、通信が大きく関係してきます。できるだけ、一度にたくさんのデータを送る回数を減らすために、ノード間で分散されるインデックスをできるだけ配列の外側に持ってきたいと、フォートランでいうと右側に持ってきたいと、そういった要請といいますか、そうすれば効率的になりますから、そのためにインデックスの入れ替えをできれば行いたいと。具体的に言いますと、3番目の変換を見てみますと、IJ、この2つ変換されたものからさらにもう1つ変換するというこの操作になります。ここでもともとの2番目の変換されたものは IJ、 そしてラムダ、ミューという並びで、保存されています。ここで、この後の通信では IJ のインデックスを各ノードに分けるので、この IJ をできるだけ外側に持っていきたい、右側に持っていきたいということで、ここの3番目の変換のところで IJ が一つ外になるように、行列演算の DGM のところで、転置機能を使っています。ソースコードとしてはこのようになって、ここを転置させて、さらにかける分子軌道係数も転置させると。そうすることで、この IJ を一つ右側に持ってくるということができます。もう少し具体的に見てみますと、行列 A M×K と行列 B K×N、 これを考えてみます。行列 A×B を考えたときに、これでできる C の配列は M×N と N×M、 この2通り作ることができます。まずもう転置せずにそのまま書ける場合ですと、 A×B をそのままやって M×N ができます。この場合はこの最初の2つの奇数は 2N を入れてやります。そして A と B を転置して計算する場合ですから、B ダガー×A ダガーとなります。この場合は、転置させるためにトランスポーズの T をそれぞれ書いて、でさらに B×A という形にして、そして C に入れると、こういうことをするとこの上の転置しない場合と違って N×M、こういった並びで C の行列を作ることができます。さらに応用を考えてみますと、3次元配列 A M×L×K と行列 B K×N を考えた場合、 A×B の計算でできる C の配列 C の並びですけれども、先ほどの通り、ML そして N の場合と N×ML、 これは先ほどのやり方で、作ることができます。これらだけではなくて、MNL や NLM なども可能です。
この単純な普通の A と B をそのままかけてやる計算する場合ですと、この A の配列を M×L と K、 この二次元配列とみなして、計算すれば、C、M、L、N を出すことができます。この転置させる場合も元の A の配列を M×L と K、 この二次元配列とみなして、DGM に入れる。そうすることで、この並びはできます。さらに L がここの真ん中にあるあって、あるものを外側に持ってくる場合で、 M、N、L、 こういった配列を作りたい場合は、1回の DGM ではできませんから、L のループで回す必要が出てきます。この場合はこの L のループの中で M×N の行列を作るという操作を L 回繰り返すということになります。その時の引数はこのように書きます。詳しい DGM の引数については一番最後に書いている参考資料を見ていただければと思いますが、この転置するかしないかの後は何個の配列をこの行列積で実際に計算するか、これがこう MNK になります。そして A の配列でここに書いているのが 1L1 と書いています。ここがポイントになります。そしてこの次のインデックスはこの A の配列の1次元目の要素数がいくらかを示しています。ですからこの場合ですと A という配列は1次元目が M×L、 そして2次元目、列の部分が、L 個あるというふうに見なして計算しなさいということを意味します。ただここで M と書いていますから、1次元目にM かけ L 個要素はあるけども、実際に計算するのは M 個だけというのがこの M の意味です。ですからここの右の図の L が1の場合ですと、ここの灰色で書いている塗っている部分、これをこれだけ実際の演算では使いなさいということを意味します。そして L のループが回っていくと、次2番目はこの薄い赤紫色のところ、そして3番目が薄い青というふうに、一つの大きい配列をの行列積をするわけですけども、それの一部のデータだけ使いなさいということを指示することもできます。ただ気をつけておいた方がいいのは、こうした場合は、ここの L がどんどん大きくなりますから、A のスタート地点、最初のインデックスというのは、どん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 ずれていきます。そしてそこから例えば一番最後のこの4の場合見てみますと、ここからスタートすると実際の配列はここからここまであるとみなしなさいということを言っているので、実際には最後の K の一番最後を見ると、A の配列は本当にここまでありますよということをここのコール文では言っているということで、できれば最後のインデックスはプラス1個余分に取ってやると安全になると思います。これは実際にここがここまでありますよと言ってますが、実際はここまでこの黄色いところしか使わないのでアクセスしない可能性もありますが、これはそのライブラリの実装によってどうなっているかよく分かりませんから、一応念のためにこういうふうにしておいた方が安全だと思います。でも次に最後の NLM、 これも考え方はこれと同じです。ただこれをそのまま使うか転置させるか
の違いです。こう一番最後の場合はこれをさらに転置させて、計算することで、得ることができます。そうすると、ここでは C の配列も L が真ん中にありますから、C も同じように例えばこれが L が4の場合ですと、ここから下にデータがあるというふうに見なして、足しなさいということを言っていますので、最後の K の一番最後のところはここまでではなくて、ここまであるという前提で、渡しているということになりますから、 C についても最後のインデックスは余分に取っておいた方が安全です。このように2次元3次元、まあ、さらに4次元配列のインデックスをうまく入れ替えながら演算をすると、そういうことで、並び替えのコストをもうゼロにすることができます。こういった通信のために並び替えとかをやってますと、大きい配列になりますと、比較的コストが大きくなることがあります。特に メモリーバンド幅がそれほど多くない場合は、メモリからデータを取ってくる、もしくはメモリに送るという操作、演算はしないけどもただデータコピーで、大幅に時間を使うことがありますから、そういったことはできるだけ避けるということで、この DGM の転置機能をうまく使うことで、効率的なプログラムにすることができます。そして、これの鉛筆エネルギーの計算アルゴリズムをゲーム数に実装して、こちらもまあ昔のデータですけども Pentium 4で、実証計算を行いました。約100原子ぐらいの分子で行っています。すいません、結果ですが、これはちょっと昔のデータなので 16CP までの本当に少しのデータしかありませんが、スピードアップはほぼリニアに近い値となっています。続いて鉛筆エネルギーの微分の計算式です。構造を求めるために、分子の構造を求めるためにはエネルギー微分値を計算する必要があります。そして、鉛筆エネルギーの微分の計算式をこれを、MO のインデックスで書いていますが、このように非常に複雑になってきます。これの計算すべてを並列化、計算負荷分散、そしてデータ分散で通信の削減、すべてを同時に考慮する必要があります。そのアルゴリズムがこちらです。大きく5つのステップに分かれているんですけども、すべてのステップで MO のインデックス、もしくは A のインデックスをノード間で分けて並列化を行っています。この計算アルゴリズムのポイントですが、ノードエネルギーの時と同様にノード数にかかわらず全体の通信量はほぼ一定となっています。また、元の先ほど示した式は MO のインデックスで書いていますが、実際の計算では演算量、使用メモリ量が少なくなるように一部式を展開して行っております。例えば MO の二連積分 IABC ですが、 I が電子が詰まっているところ、そして BCD が空の軌道、これの積分変化のコスト、計算時間も、メモリ量も非常に膨大になるので、できればこれは変換をしたくないということで、一部だけ変換して、残りは、AO のインデックスのままで計算しようとしています。一つ項を取り出してみますと、P というマトリックス、インデックスは BC、 それに、MO 積分 IABC をかけるという操作があります。
ここで BC というのは MO のインデックスですから、もともと先ほどの積分変換の式を元に戻してやると、分子軌道係数が表に出て、積分のインデックスは AO に戻ります。でここでこの軌道係数 C、 2つの C とマトリックス P をまとめて、ここだけでまとめて、BC のインデックスを消去するということを行います。つまりこういった変換を行います。そうすることで P というマトリックスはインデックスがラムダシグマ AO のインデックスになって、で積分自体は IA とラムダシグマとなります。こうすることで、もともとはここの積分変換では5乗のオーダーの演算だったわけですけれども、これを展開して P のマトリックスにかけてやることで、ここの演算は2次元のマトリックスですから演算量としては3乗になります。でこのマトリックスの演算を2回行うので、3乗のオーダーの計算が2回ということで、5乗の演算を3乗の演算に減らすことができます。でさらに、もう一つ、電子が入っていない軌道のインデックスがありますから、これもできれば変換したくないと、ということでこれもさらに展開して、見てみますと、その軌道係数以外のところはマトリックスの P、 ラムダシグマ、それに I、ニュー、ラムダシグマということになって、ここの部分はかけてやると、インデックスとしては I、ニューだけ残ります。でさらにこれにこの、軌道係数をかけるということで、ここでもさらに5乗のオーダーの計算を3乗のオーダーの演算に変換する、削減することができます。こういった、ここの下に書いている計算演算自体は、昔からされているんですけども、これと並列化と高速化すべてを満たすように式を変形すると、そこがこの並列化で一番大変なところになります。こちらも昔のデータですけども Pentium 4で行いました。 32CPU までですけども、見てみますとスピードアップは 32CPU で 33.0、 30.4 という値になっています。使っている台数よりもスピードアップ大きくなっているスーパーリニアになっているんですけども、この理由としてはディスク IO が効率的になっているということが挙げられます。 CPU 使用率、これはマスターノードの CPU 使用率を出していますが、CPU の数を増やすと CPU の使用率が増えている、つまりディスク IO の時間が減っているという状況になっています。おそらくノードを増やせば1回に書き込むディスクに書き込むデータ量が減ってきますから、うまくハードディスクにあるキャッシュにうまく乗るデータが増えたのかなということで、このスーパーリニアになっているのはたまたま今回の経緯はそうなっているというだけで、そういった特殊な効果がなければ基本的にはスーパーリニアになることはなく、32CPU でだいたい32弱とになるのが通常です。でこの鉛筆エネルギー微分のプログラムについてもすでにゲームスに入っております。さらにこの開発した鉛筆プログラムと北浦先生が開発されている FMO プログラムの組み合わせも行いました。これは2007年の研究なので、もう今となってはかなり昔のマシンを使っているわけですが、それでも当時としてはこの規定関数2000とか3000というのは非常に大きな計算でした。
使用メモリ量を見てみますと、FMO で分割した場合の FMOMP2 計算では1プロセスあたり数百メガバイトだったんですけども、MP2 計算もう分割しないそのまま丸ごとやる場合はプロセスあたり 4.7 ギガバイトと非常に、まあ、当時としては大きなメモリ量が必要になりました。そして FMOMP2 計算を行って、スタンダード近似のない MP2 計算とのエネルギー誤差の確認、そして計算時間の比較を行っています。2体までの相互作用を入れますと、まあ、およそ FMOMP2 法のエネルギー誤差は2キロカロリー前後、そして3体まで入れるともう1キロ以下という非常にもう ほぼ誤差なしで計算することができます。計算時間を見てみますと、2体までですともう丸ごと計算する MP2 法に比べて大幅に計算時間が削減できており、3体まで入れるとまあほぼトントンというところになっています。このようにその基盤となる通常の MP2 計算が速くなると、これまで困難であった巨大分子の FMOMP2 計算の精度確認が可能になってなりました。さらにFMO 法でも分割した後の中身は通常の MP2 計算になりますから、MP2 計算ノーマルの計算が速くなれば FMOMP2 計算も速くなるし並列化効率も上がるということで、基盤のところが速くなれば非常に波及効果は大きいということが分かると思います。プログラミングの話はここまでで、最後は少し個人的な意見も交えて、これから大規模な並列計算プログラムをどう開発していけばいいかということについて考えていきたいと思います。Kコンピューターですと、もう60万70万 CPU コアという非常に膨大な数になっていますし、今のトップ500のランキングを見てみますと、もうさらに100万というオーダーも出てきています。それに、CPU 単独ではなくて、GPU とかインテルのファイなどアクセラレーターを搭載したものが、最近のランキングの上位には出てきており、そういったアクセラレーター型が上位のトップ10の中の半分以上を占めるようになってきています。ということで、開発コスト、そのプログラムそのもののコーディングの開発コストも増えてますし、その前段階のアルゴリズムの開発、そしてさまざまな計算手法の開発、紙の上での仕事、こういった仕事コストもどん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 増えてきていると。こういった状況ではそれぞれの人がもう独自に単独でやっていると、これから先、PC クラスターレベルであれば大丈夫だと思いますが、スパコンに対応しようと思うと一人はどうしてももう限界が出てきてしまいます。というかもう限界に来ていると思います。ということで、もう分野として、プログラムの開発コストを減らすということを本気でも考えないといけない時代になっているのではないかと思います。ですから複数の人が同じようなコードの開発とかチューニングをしているようではもう分野として、もったいないという状況になっています。ですからそういった無駄とまでは言いませんけど もうそういった重複したコストはもう極力下げるということを下げる仕組み作りというのが、必要ではないかと思います。ということで、その対応策としては、よく用いられる計算、いろんな方が、さまざまなアプローチで計算しているわけですけども、それでも、分野の中で見ると共通する計算というのは比較的、多いところも多いのではないかと思います。ですからそういった計算はライブラリー化する、モジュール化する、最近 CMSI では、コミュニティコードという呼び方もしていますが、そういった共通する部分はもう、インターフェースを決めて、
みんなで使えるような環境を作ると。さらに、分野としても自由に使える、そして若い人も気軽に参加できるように、ライセンスとしてはオープンソースのライセンスで、あれば非常にいいかと思います。そういった考えのもとに、私個人としては新規のプログラムの開発を行っています。これまでのゲームスでの開発からオープン MP を入れるというのは、既存のプログラムにオープン MP を入れるというのは非常に大変でしたので、もう設計の段階から MPI とオープン MP のハイブリッドを考えて、どのように変数を取るか、プログラム骨格をどうするかというのを考えた開発を行っています。言語はもうフォートラン90だけで、できるだけシンプルな形で書こうとしています。対象マシンはスカラ型 CPU を搭載した計算機ですから、インテルのジオンクラスターから K コンピューターまで、これらを一つのソースコードで基本的に賄えるようにしています。もちろん K コンピューターを本当に効率的に使うためには K に特化したチューニングというのは必要になるんですけども、ただそれでもスカラ型を想定しますと、本当に K だけに必要なものというのはほとんどない、少しありますがそれほど多くはないと、これまでの経験では思っています。そしてオープンソースのライセンスで、さらに1電子積分、2電子積分などもう量子化学計算ではもうどの方法でも使うようなところはもう容易に抜き出せるようにライブラリー化をしています。そして、PC クラスターでもそうですが、今後、ハードディスクを中間データの置き場とするのは、CPU の性能を引き出すためにはもうどんどん困難になってきていますから、基本的にはもうメモリー上にデータを分散させるという方針で作っています。さらに、巨大な分子や重い原子を含む分子に対応できるように積分の精度も上げて、とにかく、大規模計算で問題が起こらないようにいろんな、さまざまな工夫をしております。それで、プログラムとしては今のところスマッシュの名前をつけていますが、数万から数十万 CPU コアでの効率的な実行が当面の目標で、特に構造最適化計算を重点的に整備して、実用的な計算がどんどんできるようになるよう考えています。現在一人で開発しております。もし、今日の話を聞いて一緒にやってみたいという方がいれば、ぜひ、ご連絡ください。現在の性能ですけれども、K コンピューターの1万6000コアまでのデータ、これはハートリホック計算ですけれども、これのスピードアップ並列化効率を見て、スピードアップを見てみますと、計算全体では1万6000コアで1万1000倍ぐらい、今対角化はノード間の並列化を行っていませんから、その対角化を除いた計算ですともっと、効率は上がっ高いです。ということで、対角化などまだまだやるべきことは残っているんですけども、それなりに、並列化効率は出ているかなと思っています。そして、下がゲームスとの比較で、これは1ノードインテルのマシンでの1ノードの比較です。規定関数によって、違いはあるんですけども、それでも、ゲームスよりも、数パーセントから、30-40% 速いということで、高速化並列化両方を、両方、ゲームスよりもいい状況になっています。ということで、高速化並列化について、見てこれまでの研究をもとに紹介してきました。
ここで私が使ってきた資料をいくつかピックアップして載せています。まあ、量子科学については、専門の方ですと、大体持っているような本を書いていますけれども、真ん中に書いている計算機、特に高速化並列化しようとするとある程度そのハードの知識、コンピューターのハードの知識とあとコンパイラーがどういうことをやっているかということも知っておく必要があります。そのためにちょうどいい本が1、2年前ぐらいに出ましたのでこれを挙げています。200〜300ページの本ですけれども最新の CPU まで、CPU の演算はどうなっているかとかあとキャッシュメモリーやキャッシュのデータがどのように動いているかそういったことも書いていますから、この辺これに書いているこの本に書いている、内容が分かればそのどうすれば早く書けるかということ もう自然と分かるんじゃないかなと思います。この本は、個人的には非常にお勧めしたい本です。最後にライブラリーのマニュアルで、一番いいのはもうインテルコンパイラーについているマニュアルが非常に詳しく書かれています。インテルコンパイラーを持っている方は Linux ですと、インテルのディレクトリの下をたどっていって、マニュアルもしくはドキュメンテーションのフォルダーディレクトリの中を見ていくと、MKL というディレクトリがありますからその中に、マニュアル、英語版と日本語版が入っています。バージョンによって場所は違うようですので、皆様自分のマシンのを調べて、探してください。では以上です。